全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて、怖い噂もあるし。噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだって。お化け？子供騙しだって思うよ、私も。でも早く抜けよう。大丈夫か？こっちはなんとか。うん、平気。見て。調子に乗るな。こっちにおいで。私たち呼ばれてる？ここが車両倉庫か。ボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。見つけた。ねえ、ちょっとお話ししよ。モンスターだ。そうだけど、何？あ、別のルートを探すしかないな。どうしよう。この列車は7番街スラム駅経由、列車墓場行きです。ご乗車に行きます。
Tifa.何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。よかった、動いたね。通れるようになったかな。行ってみよう。やったね。うん、早く外へ。これ…あの子…マリン…でね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと…ん？父ちゃん、遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。帰らないと。ティファ、平気か？うん、さあ、やったね。大丈夫？ああ。え？これってプレート解放の緊急コールだ。覚えてない？おいおい、いつもの落とせるぞって。そうだな。飛ばしすぎんなよ。今やっちまったら元も子も。状況報告して
何か問題か。逆逆、やつら支柱と心中する気だぞと。空気の空洞機ですか。応援部隊を加えて役者は多い方が盛り上がるだろう。役者ね。任務の完了報告を忘れるな。ティファ、計画は本当だったんだ。マレットたちが簡単にやられるはずがない。七番街はもうすぐ行こう。急ごう。ああ、クラウド、エアリス、風に連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。エアリス、見つけた、エアリス。あの子、すごい。またね。